今回取り上げる作品、非常に胸をつんざかれるような作品でございました。どうも、シークエンス斉藤です。ということで、今日は心霊映画レビューのコーナーなのですが、今日はちょっと映画というよりは短編アニメーションを取り上げたいと思います。他人事のように見えるかもしれませんが、全然他人事ではないということを感じたので、それも付け加えて最後までぜひぜひ、これをなんで今、日本の、まあ主にね、僕の動画の視聴者さんは日本人の方が多いので、日本の皆さんにお勧めしたいのかっていうことを、まあ順を追って説明したいと思います。本日ご紹介する作品はこちら。愛してるって言っておくねというネットフリックスオリジナルアニメーション作品を、皆さんにレビューしたいと思います。こちらの作品はですね、まあ、アメリカで起きた銃乱射事件に巻き込まれたある、娘さんと、残されたそのご家族の実話をもとに作られた、12分足らずのアニメーションでございます。こちらがですね、まあ、銃乱射事件と聞くと日本人は銃はね持ってる人なんて本当に限られた人数だからそんなことは滅多にないんじゃないと思うかもしれないんですけれども、いやいやこの状況近いことが、そして日本ならではのことがこれからどんどん起こっていく可能性は十分にあるので、まあそこのところも含めてご説明したいなというふうに思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。というわけで、愛してるって言っておくね、こちらのまあ Netflix で見られる、本当にこの動画と同じぐらいの尺で見られるアニメーションなんで、まずは見ていただきたいんですね。はい、本当にすぐ見終わって、そしてまあ僕は彼女大号泣してしまいました。はい、でまあ内容をざっくりと説明しますと、ある残された物寂しいご夫婦がいらっしゃいました。その夫婦はなぜそんなに寂しくしているのかというと、娘さんを銃乱射事件で亡くしてしまっていたからなんですね。だから夫婦の会話もなくなってくるし、お互いの気持ちはずっとぶつかり合って喧嘩をしてしまっている。これね、生き霊というか心霊みたいなものがその比喩としてバーンと出てくるんですよ。これがまあ今回僕が取り上げた理由なんですけれども、この作品、まあ、最初から最後までずっと通じて、お父さんお母さん娘さんを亡くして険悪なムード、ある時に娘さんの影がピョンと現れて、娘と過ごした3人の楽しい思い出を振り返る、そしてあの学校に行く娘を止められなかった日を思い返し、そしてでもまた夫婦で手を取り合って前を向いていかなきゃねっていうのを振り返ることによって、過去を受け入れることによって娘さんに助けられるというお話なんですけれども、その表現としてずっと影のようなものが出てくるんですね。お父さんお母さんが会話がなくなっている時は、上でいがみ合っているお父さんとお母さんの影が出てくる。実際にはいがみ合っていないんですよ。ずっと黙りこくって飯を食っているだけなんですけれども、影はずっとやや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 言い合ってるんですよ。それは何を言い合ってるかっていうと、あの時少しでも引き止めていれば娘は死ななかったんじゃないか、それを言ったらあんただってそうじゃないっていう、やっぱり娘さんを助けられなかった後悔がずっといがみ合っていって、口を開けばその話になってしまう恐怖があるから、どうしても会話ができない。そして、そこから時は流れていって、まあ娘さんの洗濯物を洗濯した時に、ああなんで私は助けられなかったんだろうと思い返した時に、娘さんが使っていたサッカーボールがトントンと落ちて、娘さんの部屋まで転がっていって、そこでレコードにブツンってぶつかるんですよね。そうするとレコードがヒューって流れ始めて、ああこれ娘が好きだった曲だとお母さんが部屋に入ってふっと聞き始める。そうすると今でテレビをぼーっと見ていたお父さんもあれと思って娘の部屋に行って、お母さんの反対側、背中合わせにベッドの上に座る。で、二人でんって異変に気づくんですね。それは異変は何かっていうと、飼っている猫が存在しない何かと遊び始めるんですよ。にゃーにゃーってファ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 遊び始めるんです。あの猫は一体何と遊んでるんだろう。そう、ここにきっと今娘がいるっていう風にその時に2人は思うんですね。で、娘が今そばにいるっていうこと、実際には娘さんの影がヒューンと縫って出てきて猫と遊んでるっていうのはこっち側から見えるんですけれども、さあそこから娘さんが生まれて育っていってっていうまでの回想シーンが、娘さんの霊が目の前に現れたことによって、まあ思い返し始めるんですけれども、そしてまあ娘が最終的に自分が死んでしまった、そしてお父さんとお母さんの仲違いしてしまった、自分はニコ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 お父さんとお母さんのその先を見ていたいのにずっと沈んでしまっているから、自分がギュッと距離を縮めるためにここまで来たんだよっていうのを回想するんですよ。はい、お父さんとお母さんもまあ一緒に
また前を向いていこうかっていう結論に至るんですよね。ごめんなさいね、ちょっと思い返すだけでちょっと泣きそうになっちゃってて、ちょっと説明が今回すごく下手だと思うんですけれども、で、これまあ何がすごいかっていうと、まずサイレントなんて全世界の人たちが見ることができる、そして愛してるって言っておくねっていうのは娘さんが最後にお父さんお母さんに送ったメッセージなんですけれども、なぜこんなメッセージを送ったのかというと、銃乱射、まあ銃を持って学校にバーッと押し入ってきた犯人みたいのがいた、いつ自分も撃たれるかわからないから撃たれる前に愛してるって言っておくねって LINE をポンと撃ったんですね。その後にバーンってまさかの本当に撃たれてしまって死んでしまった。これは実話なんです。この部分が実話で、これを元に作られたのがこのアニメーションなんですけれども、こういう人というのはいつ死ぬかわからない、そして、死んでしまった人っていうのは取り返しようがない、で生きてる人たちはどんなに後悔してもあの人は帰ってこない、当たり前のことなんですけれども、こんなに唐突にやってくるんだっていうのをいざ目の前で思い知らされると、人間っていうのはやっぱり受け入れられないものなんですよね。でやっぱりお父さんとお母さんもそうなってしまった。でもいがみ合っていくっていうことは絶対に亡くなった娘さんにとってはプラスなことではないんですよ。わーわーやーやー、そのずっといがみ合ってる魂のレベルで生き霊と生き霊がぶつかり合ってすごいいがみ合っているっていう状態は、先に死んだ娘さんにとってはとても喜ばしいことでは全然ないわけなんですよね。で考えた時に、じゃあやっぱり前を向くにはどうしたらいいんだろうっていう話になってくると、改めて亡くなった大切な人との思い出を思い返すことによって、その人のことを深く理解することによって、表面的な悲しみっていうのを乗り越えて、あの人がこうじゃ悲しむよねっていうところまで、深いところまで理解すると、やっと人生っていうのは前を向き始めることができるんだっていうことを改めて思い返させてくれるような素晴らしい作品になっているのと、なぜ今この時代にこのアニメーションっていうのがね、この実際の愛してるって言っておくねっていう LINE をポンと送ったっていう事件は2018年の事件を元にしてるんですけれども、今この2021年の時代になぜこのアニメが今すごくフィーチャーされるようになったかというと、コロナがアメリカでワクチン接種がおしまになって、まああとある程度みんな20代とか若者も大体半分以上がみんなワクチン打ち終わって、イエーイってみんなでも外に出るようになって、アメリカってもうすごい恐ろしいぐらいバーってみんなもう解放されてるんで、いろんなところ行き放題だって、人混みも増えてきて賑わってるんだってなった時に、銃乱射事件がまた増えてるらしいんですね。コロナ禍になった時っていうのは銃乱射事件がいなくなったんですよ。なぜかというと誰も外にいないから、まあ、ロックダウンのレベルが日本とは桁違いだから、誰も外にいない状態になっているから、まあ銃乱射事件とかが極端に減ったらしいんですけれども、人手が出たことによって銃乱射事件が一気に6件もどん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 と立て続いてしまっている。でこれは何を意味してるかっていうと、やはり鬱憤っていうのを溜まって外に発散する人たちがどうしても現れてしまうってことなんですよね。で日本の場合は、銃社会じゃないので銃乱射事件というのは直接的には起こらないと思いますけれども、精神的に苦しめて徐々に徐々ににじり寄ってきて自殺に追い込んでくる人だったりとか、まあそういう精神的な死を追い込んでくる人たちもいれば、肉体的、社会的、経済的な死を追い込んでくる人たちもいるでしょうし、やはり自分の溜まった鬱憤を外に晴らしてしまうというのはある一定の人間の差がだと思うので、日本にもこれからどん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 コロナというのとは比較にならないぐらいの別の死者が増えてくると思います。で、そういった時に、自分もこういう事例が他人事ではないのだと、恋人や家族っていうもの、自分の大切な友達を持っている人っていうのは、いつどこで誰が突然死ぬかっていうのは本当にわからない時代なんだっていうね。でこれは例えば病気っていうんだったらご病気なのかもしれないけど、自死だったりとか殺されてしまったりだったりとか追い詰められてしまったりだとかっていう、本来一切死ぬ必要のないっていう事例で死んでしまった時の悔いというのは半端じゃないと思うんで、だけれども今こうやって前を向くことを死者から教えられている人たちもいるんだっていうのを一つ見ておくか見ておかないかっていうだけで、明日自分がそういう目にあった時の心構えが変わるだろうというふうに思ったんで、これから人々が多分鬱憤をバーンと晴らし始め、何にいつどういうふうに巻き込まれるかわからない時代、このアニメは絶対に見ておいた方がいい作品なんじゃないかなというふうに思い、今回おすすめさせていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ本当に12分のアニメーションなので、皆さん本当に言い方あれですけど、サクッと見られると思います。ある意味ですごく感動できるし、身につまされるし、で、すごいなんかその、なんて言うんだろうな、自分の中ですごい深い槍をぐんと刺されるような感じにもなるので、
うん、ご家族揃って見ることを僕はお勧めしたいなというふうに思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんも明日自分は死んでもいいという覚悟、そして悔いのない人生を送り、そして周りの死を受け入れなければいけないという十字架も背負いながら、これからも素敵な生きるライフをお過ごしください。またお会いしましょう。バイバイ。